ヤモンソルジャーの切ないです。 A0 です。今回は質問コーナーということで、ポケソルの質問箱に寄せられた質問に返していこうと思います。ゲームに関するありとあらゆる質問、お題、お悩み相談に対して、約10年以上のポケモン対戦経験を持つ私たちが責任を持って全て答えていきます。ポケモン対戦をガチで頑張る皆さんを手助けになればと思います。ということで今回の質問を読みます。はい。ポケソルの皆様こんにちは。ポケモンでは6匹の見せ合いから3匹を選出し対戦をしますが、見せ合いの後お互いのポケモンを1匹バンして5匹中から3匹選出するというルールにすると、どういったゲーム性になるのか気になるのでやってみてほしいです。なるほど。確かにこういう対戦ゲームでは、まあ、バン制度っていうのがあること多いよね。ポケモン以外で見るゲームだとスマブラとかもステージバンとかあるから、シャドバとかもあるよね。そういう大会もたまにあるみたいな。というわけで今回は、もしもポケモン対戦で相手のポケモン1体をバンできたらどうなのか検証していきたいと思います。はい。お互いのパーティーを、まあ、見せ合って、この中から対戦相手のポケモンで1匹使えないポケモンを選ぶと、うん、まあ、どういう変化をするのか知るために、まずは普通のルールで使ってる構築を使って検証していきます。どういうポケモンをバンすることになりそうかとか、まあ、選手にどういう影響出るのかとか、普通の構築で試してみると。でその対戦を踏まえて、バン対戦専用の構築を用意して対戦する。最後のバン対戦が通常の 6-3 対戦と比べて、まあ、面白いかどうか見ていきましょう。お互い使うパーティーはこんな感じで、まあ、一旦おのおので作戦会議。はい。僕の使ってるパーティーなんですけど、まあ、主に選出パターンが2つあって、ホーナットレイランドロスのサイクル選出か、ザシアンイベルタルプラスカイオーガかランドロスの、まあ、対面チックな選出、まあ、これのどちらかを、まあ、うまいことを刺さってる方を通すみたいな構築なんですが、まあ、A0 の構築的に、まあ、まず一番目につくのがめんどくさいルギアかな。まあ、バンしたいのはルギアで、A0 視点、まあ、誰をバンして誰を通したいかっていうと、まあ、イベルタルをバンしてクロバドを通そうとしても鳳凰がいるから、まあ、何かをバンして A0 側のクロバドを通すっていうのは厳しそうなんで、まあ、イベルとか鳳凰はあんまりバンしてこないんじゃないかな。まあ、あとはナットレイバンしてカイオーガ通すとか、ザシアンバンしてイベルタル通すとかが考えられるね。カイオーガ、ザシアン、イベルタルみたいな戦術をしたくて、このうち誰かがバンされてたら、まあ、それをカイオーガと入れ替えるか、まあ、鳳凰ナットランドロスのサイクル戦術で行きたいかな。構築の軸としては、まあ、物理イベルを通したい。ルギアとかが、まあ、ザシアンを削って電磁波巻いてイベルタル通しやすくするみたいな感じで入ってるかな。まあ、一番パッと分かりやすいのはザシアンバンしてイベル通そうみたいな感じなんだけど、イベルバンしてバド通すとかもあるけど、まあ、鳳凰とか海洋化の直帰まで考えるとそこまで動きやすい方でもないし、頬にそんな強い技構成でもないから、まあ、いいかな。ザシアンバンでオーガ、ザシ、イベグラの中でバンされてないやつ3体みたいな感じかな、選出。じゃあお互いのバンするポケモンが決まったということで、これが A0 のパーティーでバンするのはルギアです。自分はザシアンです。ザシアンバンするのずるくない？違うの、ザシアンをバンするゲームな気がしたんだけど。ザシアンバンされたらやだな。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もうマジでむずい。このむずくないバンって、これ他のゲームすごいね。こんないろいろバンだけで考えることめっちゃ増えてる気がする。てかザシアンバンされるんだったらルギアバンしなくてよかったな。ああ、なるほどね。イベルタルバンすればよかったな。こいつマジでめんどくさいもんな。みんなバンしたい。いや、まあ、それはそれはそう。イベルタルめんどくさいんですよね。じゃあおう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 、物理やめてね。ホウオウ大バウント、ホウオウ後出し。ザシアンバンしてイベルタル書店に出すのずるすぎない？いやいや、そう、バンってそういうゲームなんじゃないでしょうか。めっちゃ食らいそう。ドン。あー、めっちゃ食らったね。パワーめっちゃ物理だね。イベルタルってポケモン、これが良くないよな。物理か特殊かわかんないのか。そう、受け理論上成立しないもんね。まあそうだね。あー、引く。誰に引くんだ。あー、お前いるのね。いやー、そうか、それだったら、うん、まあ選出、選出、どうなんだろうな、微妙なところ。微妙なとこなの？ダイジェット、たたたたた。めちゃくちゃ削られたな、どうしよっかな。めちゃくちゃ削っています。ダイマックスかな？あー、なるほどね。そいつにダイマを切るという流れね。ウギアがいないので、まあ TOD みたいな試合にはならないと思うんですけど。まあ
ならんやろね。この構築さ、ルギア倒すの大変なんだよね。ルギア簡単に倒せる構築なかなかないぞ。ゼクロム使わないと。ゼクロム、そう、ゼクロム、いやー普通にむずい。イカ様硬いでしょう。硬いね。これどんなもん入る？落ちる？さすがに？いや、さすがに、さすがに落ちる。砂でもあるし絶対落ちるでしょ。無理かな。あー落ちるよね。まあ、砂で落ちるね。さすがに。まあさすがに。でラス1がめちゃくちゃ絞れるわけでしょ。ルイヤーじゃないでイベルも倒しててカイオーガが目の前にいるからザシアンか、うん、バドかグラードでしょ。そうだね。ただここで大王を押すと瞑想とかされたら大変なことになる。一回確認みたいな難しい。ここ使用機もまあまあ痛いんだけどね。さすがに、まあ、この戦術してるんだからオーガ用だから HD でしょう。正気メガネやめてよ。いや、さすがに大丈夫です。さすがにヤンキー。さすがにね、大丈夫で、ザシかバドかグラ、ザシかバドかグラ。うわ突っ込んできた。なんで。うわこっちは一般ポケモン2体で戦ってるというのに。そうだね、一般ポケモン2体出てこっち、そもそも伝説しかいない。そもそも伝説しかいない。うわ突っ込んできた。突っ込む。耐える。宿り着耐える。あ、 HD だとこれの動き耐えるよね。こっからな、普通にカイオーガが無限に突っ込むだけでナットレイがめっちゃ削れるというね。そうだね。ここタクじゃね。そう、守るないんですよね。ないんだ、ないんだ、そのまま倒れてった。使用機強すぎやろ。単純に使用機連打で、ね、種マシンが打てねえよ。所詮一般ポケモンということか。所詮一般ポケモンや。これはカイオーガでやられますね。いや、ザシアンバンずるすぎるな。ザシアンバンで華麗に勝利。じゃあ次はこのバンピックルール専用の構築を考えてきて、まあ、それで対戦していきたいと思います。はい。というわけでこのルール専用のパーティー作り終わったので、まあ、早速見せ合い画面に移っていきたいと思います。何考えてるかはなんとなくわかる。何をしたいかというのは、っていうか採用してるポケモンあからさますぎないですか。いやいやいや、そんなことないよ。もう何バンするか聞かなくてもいいぐらいのメンツ揃ってるけど。うん、そうですね。まあまあ二手に分かれてパーティー解説、それと何をバンするか、どういう戦略でいくのかっていうのを考えていきたいと思います。はい。じゃあまず僕のパーティー紹介からなんですけど、今回使うパーティーがダイナ・イベル・ネクロのサイクルパ偽装の無限ダイナで壁を張って、まあ、全員で積んでいくっていうパーティーですね。このパーティーはこのルール用に作った特別なパーティーじゃなくて、ランクマッチで最近使ってるパーティーなんですよね。で、特別になんでパーティー考えなかったかっていうと、まあ、例えば相手のザシンをバンしてゼルネアスを通すっていうコンセプトでパーティー組んだ時に、まあ、そもそもゼルネアスを相手にバンされたらその戦術成立しないっていうことが結構あると思ったんで、このルール専用の構築を作るのは無理だと思った。なので普段の戦術に加えて、いつもなら自分のポケモン3体出すのを考えるだけでいいところを、相手が自分のポケモンを1匹バンしてきた時に戦術を考え直す必要があったり、まあ相手のポケモン何をバンすればこのポケモンが刺さるなっていうのを考える、まあ、手順が増えるだけ、特別にパーティーを考える必要はないと思ったので、普段使ってるランク1のパーティーをそのまま持ってきました。まあ、見た目的に、まあ、ザシアンをバンしちゃえば、まあ、ゼルネアスは通りそうだなっていう印象。ただ、まあ、さっき言った通り A0 が俺のパーティーの何をバンしてくるかっていうのが分かってて、多分ザシアンをバンしてゼルネアス、イベルタル、ホワイトケルムのどれかを通してくる。もう見え見えなので、こっちも何かしら対抗策を練っていきたい。構築の見た目的に黒バドで壁張ってゼルネアスへ積むっていう展開が容易に想像できるのと、その展開に対して自分の構築が対策を用意しづらいので黒バドバンでいいと思います。自分の戦術としては、まあ、無限ダイナは初手に 100% 出すんで、まあ、無限ダイナバンされたら、まあ、一貫の終わりなんですけど、まあ、あとは相手が本当にザシアンバンしてくるのかしてこないのかっていうので柔軟に戦術を決めていきたいと思います。じゃあまず自分のパーティーの解説をすると、まあ、さっきの対戦はザシアンバンでやって、まあ、ザシアンが来ないことで動きやすいポケモンたちがだいぶちゃんと動けて勝ったっていう感じもしたので、相手のザシアンをバンして勝つ。なんで、まあ、ザシアンに弱いポケモンはいくらでも入れられるとっていうところで、
ゼルネ、イベル、キュレム入ってます。こっちは一番ゼルネを通したかったんだけど、ネクロがいるのがちょっとめんどくさいね。こっちがゼルネ通しづらいけど、相手のゼルネはザシアンバンセルも結構通るっていう感じでなっちゃってるから、そこがネクロがいるところで、だいぶ構築不利背負ってる気はするけど、よくある対戦と変わらなさそうな気はしますね。自分のバンするポケモンはザシアンです。でしょうね。でしょうね。はい、その通りです。僕がバンするポケモンはクロバド。あー、なるほどね。え、そういうことでしょ？はい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 。言うのを踏まえて戦術するっていうね。なるほどね。ってことは、クロバドいないと言ってもこっちザシアンいないから、それはそれで戦術普通にむずいもん。こっち見た瞬間分かった。もう何したいか。まあそれはそう。ザシアン版知ってるから、戦術何してくるかも読んで、まあ、クロバド版だね。はい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 。ルアドンね。あ、そうだよね。よかったよかった。バレてた。そう思ってました。オッケーオッケーオッケー。うわ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 。うわ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 。ただそれやろな。そういうことしちゃって。メガネ持ってドカーンとかされたらめんどくさいけど、そんなことはないやろと。いや、そのタクもあったよ。メガネ持ってドカーンもありえたよ。それならザシアンパンやろ。確かに。それはザシアンパン。ダイマックス4です。火力高いとかある？火力はまあ普通です。普通だな。やばい、やばい。避けていく。おい、バンとか関係なくてやばいこと言った。バン関係ないこと言ってる。今のはちょっと違うので検証できてない気がするので、今からまあ検証しよう。もう一回弾が当たってたらどうなってたかバージョンで。なるほどね。オッケーオッケー。戦術は同じで、もう全く一緒でってことで、気を取り直して、ここからは検証パート。これでまた外したりしたらだるいわ。それは知らない。光の壁張ってくれてたらめちゃくちゃ楽だったんだけど、まあまあそんなことはないと。イベルタル物理だったしな。イベルタル物理だから。普通に大魔法、あ、なんか乱数で、あ、また避けた。普段のランクまでこれやってくれよ。はい、気を改めて3回目。今回の大魔法の乱数はいかほど？あー、なんか一番ダメージ低い気がする。一番低い。また避け取るかな。もう得て。そろそろ当たってくれ。4回目。こんなに弾が当たってくれって思ったことないんだけど。相手のね。うん、これ見てる人は弾が使うの怖くなったんじゃないかな。やっぱでも弾が強いからね、当てれば。お、あー、半分いった。黄色になった。また避けた。もういい。もうちょっと、もう動画の趣旨変わってきた。4連外し。弾劾4連外し 0.05% らしい。えぐ。すごくね、逆に。うん、いいかも今。逆にね。お、めっちゃ強い。おー、これ1回、あれ1回目と同じかな。お、当たった。当たった。久々に見たこのエフェクト。痛い、死んだ。強い、まあそうだよな、さすがに飛ぶよな。5回目にしてついに成功。はい、こっから検証スタート。はい、検証します。だからどっちから出すかっていうことなんですけど、まあゼルネから出すか。ああ、ゼルネから。はい。こっち弾劾まあまあ当てないといけないんだよな、多分この1回だけじゃなくて。確かに。そういうゲームなんだよ。試行回数が。本当はザシアンバンしたかったんだけどね。バンされなかったらね、クロバド出すつもりだったから。でしょうね。クロバド壁とかなんじゃないの？おお。読めてる、ね。でしょ？ちょっとこれ当てないと勝てない。ここは当てると。弾劾当てる。今まで書いて、あ、痛い。もう違うじゃん、それは。もう。なんだこれは。あかん。違う方向でダメなことが起きた。またやり直し、これ。これ。え、これやり直し、これ。こっから入れる保険あるのかな、俺。だってこっち勝ち行くなら、こっから大魔って多分勝ちなんだけど。もう。もう。検証系 YouTuber って大変なんだね。確かに。これが急所なしでどれぐらいダメージ通るのかって。あー、痛いね。いいです。痛いねー。まともに検証がスタートするんじゃないか。あー、よかった。よし、素晴らしい検証だ。あー、素晴らしい。はい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 。で、グラードンを倒してやっと普通に倒せた。弾劾を当てる企画じゃなくて、バン対戦の検証だから。ここからエーゼロはバドがいなくて、俺はザシアンがいないっていうのを、どういう試合になるかっていうことなんですよ。壁張ってるから単純に、このザシアンの配分だときついかな、これ。単純にこっからゼルネにやられそうだな、普通に。普通に柔らかいな、意外と。
いやこれ、いや普通にゼルにやられるなこれ、うん、これで A0 の勝ち筋多分急所とかなんだけど、急所当たったらまた別の話だから、うん、これ結局クロバドバン刺さってた。え、これはクロバドバン、うん、生きられてるな、さすがに。これだってもう普通に裏イベルタルだから勝てないな、物理だしね確かに物理だし関係ないと思うけど、これでクロバドいたらなんか挑発とかトリックされたら嫌やなとかいろいろあるけど、それ全部無視できてるから、まあゼルネ対策ザシアンだけの構築に見えたからゼルネ出しやすかったな。まあ鬱憤晴らし見えたからさすがに物理一本でしょリフトスチル2回だったらもうミリしか食らわないでしょなんなら普通にこれ耐えないでしょ、技どれ、これそんなにいく、雷、うわー強どれき、いやあれだったなんか単純にグラードン大魔しないといけなかったかもな、これ。でもそれだと、どうなんだろう。それだと、ネクロが大魔切るわけだから。うん、まあそうだね。ゼルネだから。うん、やっぱ勝てない。やっぱクロバドバンで。いや、これは生きてんな。これは生きたかもしれない。激しい道のりだったけど、なんとか検証成功なのか？はい、たどり着きました。よかったです。というわけで、ポケモン対戦にバン制度を導入して遊んでみたんですけど、まあ、1戦目の、まあ、普通のパーティーでお互い遊んでみたバン対戦はどうだった？考え方ぐちゃぐちゃにはなったけど、まあ、一応バンが刺さった対戦ではあったのかな。普通の対戦でも、まあ、バンは一応行きは知ってた。戦術画面でなんか1択2択ぐらい増えるみたいな。うんうんうん。まあ面白かったんじゃないかな。で、次に、このバンルールということを踏まえて専用構築を作った上で、まあ、どうだったかっていうのなんだけど、そっちの構築のコンセプトとどんな感じ？もうザシアン版でしょうね。ネクロズマ甘くていいかなって思ってくんだけど、ネクロズマいたせいで結構大変だった。しかもバドもバンされたせいで壁も張れないし、ゼルニアスがうまく通る気がしなかったのもあって、かなり構築的にきつかったか。自分の構築的に、まあ、ザシアンバンしなくてもなんとかなるものだったから、うんうんうん、まあ、ザシアン以外に気配れて構築的にきついクロワドをバンする余裕があったのは良かったかも。イベルバンしてクロワド出そうかなって一瞬考えたんだけど、しなくてよかったね。大変なことになった。それでクロワドバンされたら大変なことになって対戦になってなかったね。もうぐちゃぐちゃのボコボコだったね。なんかルールが悪いような気がしてて、ね、ああなるほど。今伝説ポケモンじゃん。ああそういうことか。強いポケモン ×6 とかだから、まあでも竜王戦みたいに伝説1体とかだったらみんな伝説バンするだろうし、それもそれで面白くない。そうね、大体そうなっちゃう。だから冠ルールみたいな一般ポケモンだけでみんな同じぐらいの強さのポケモンが並んでるのだと割とゲーム性高く遊べるんじゃないかっていう気はする。バケモン6体いたら意味ないでってことね。そうどんだけザシアンバンしてもネクロズマいるしイベルタルいるしみたいな、そういう話はありそうだ。旧世代になってもう一回バン対戦やってみる。普通のルールが一般的になってきたら、多分最初は普通の伝説なしルールだろうし、うん、そこでやってみるってのもありかも。もしかしたら SV であるかもよ、バンルールが。最近いろんなゲームで流行ってるっぽいしね。大変そうだな考えるのな。あったらまあ程よく楽しめるんじゃないかなと思います。はい、そう思います。これからもためになる対戦動画や解説動画、プシグミチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。